皆さんこんにちは、古仙田塾の古仙田です。私もチャンネル登録者数1000人未満のですね、世に言ういわゆる底辺 YouTuber、 まあ確かにね、それはもう否定しない。ただね、周りの人からね、底辺 YouTuber だねと言われるのは全く問題ないんですけど、ただ自称底辺 YouTuber っていうのはちょっとどうしてもプライドがないな、尊厳がないなというふうに思いまして、自称に関してはちょっと変えようと思ってるんですね。だから私の中で何がいいかなといろいろ考えたんですけど、発展途上 YouTuber、 発展途上ってやっぱりこれから伸びていくっていうことを含めてまだちょっと弱いんだっていう風な感じがあって、こう気高さをね感じますよね、これから伸びていくみたいな。だからこれからはね、私のことを Please call me a developing YouTuber と。古仙田式日本語教室でございます。日本語教育能力検定試験の、に関してちょっとまあいろいろ結構ね、この種類の動画もしかしていいんじゃないかと思って上げてる次第なんですが、まあ具体的にこう、まあ、試験のそのなんか独学の合格の方法とかで結構長尺の動画出しましたけど、まあなるべくその具体的な解き方とかそういったことも触れていこうと思いますので、まあまずはですね、まあ、軽いジャブ程度の動画を撮っていこうと思います。合格するための解き方ということで、まあこれいろいろあるにはあるんですけど、よくあるその問題の種類で、間違い探し問題っていうのがあるんですよね。その日本語の表現があって、まあ一部同じ、全く同じ表現が使われている文がね、まあ基本的に5つぐらい出てきて、その中でどれが、異なる用法ですかというか、仲間外れを探すっていう問題があるんですけど、それの解き方っていうのをですね、やって解説していこうと思うんですけど、まあ今日はですね、まあ、一応簡単な例、まあ、例題にもならないレベルのものなんですけど、それを用意して、まあ、それも見ていきながら、具体的にその、また次回とか次回以降では過去問にある問題に触れながら、じゃあこの問題どうやって解けばいいのかっていうことは具体的にやっていこうと思うんですけど、今日はまあ理論編ということで、ぜひご覧ください。で、まあ、これがね、分かるようになれば、具体的に解けると。ね、なんかよく、教育能力検定試験で、問題解いていくときに、いや、これはこの答えでしょう。なんで？なんとなく。みたいな。で、当たる人も結構いるんですよ、それで。で、結構それ、なんだろうな、もともと日本語の感覚が鋭くて当たる人もいて、じゃあもうなんか感覚鋭くない人解けないのかよ、みたいな風になってしまうんですけど、違います。きちっと問題って解き方があって、その解き方を考えれば、どんな方でも、合格に近づくことができますので、なんかどうも自信なくしちゃってる方とか結構いると思うので、そういった方はぜひこの動画をご覧いただけたら、具体的な解き方が分かってくるかな、というふうに思います。で、解き方なんですけど、こんな、まあ、例えば、表現があって、表現が、同じ表現がこう並んでると。で、1、2、3と3つあって、その表現の中で1つだけ違うもの、用法とか意味が違うものを選びなさいと。まあ、この表現というのは全く同じ言い方をしてるっていうことなんですよね。例えば、先に問題出しておくんですけど、1番、2番、3番で、この例文があるんですけど、全く同じとこどこですかっていうふうに言われたら、ここの部分だと思うんですよね。食べられた、食べられた、食べられたと。1番は、兄にプリンを食べられた。2番は嫌いなものが食べられた。3番ゴジラに食べられたとかっていうふうにあった場合、この赤く囲った部分が同じ表現が並んでると。で、その表現の中で1個違うものを選びなさいと。まあこれに関しては割と感覚的でも、あ、これかなっていうふうに思える方結構いるかなと思うんですけど、じゃあ、どういうふうに解くかっていうと、ここがこのですね、イコールの先にするっていうのがポイントなんですよ。どういうことかっていうと、この表現それぞれを違う表現に変えてみると。違うんだけど同じような意味になりそうな表現に変えていく。まあ、ある A という表現があって、言い換えてみると。言い換えてみるってことですね。言い換えたときに、例えば、一つだけ、あ、なんか3番だけ、この A に言い換えられないなっていうふうになった場合、つまりこの1番2番は同じく A という表現に言い換えられるということは、1番2番は同じ意味だっていうふうに考える、可能性が高いと。逆に3番だけ A という表現に置き換えられなかった場合は、ああ、つまり1番2番とは違うんだな、違う意味なんだなっていうことが分かってくると。あと、他にパターンとしてどういうパターンがあるかというと、まあ違う、例えば B という表現に置き換えていったときに、これは逆に、1番と2番は B という表現に置き換えたら変だとね。置き換えられないなーっていうふうになる。で、でも3番だけは B に置き換えられるってなった場合、これまた同じく1番、2番は同じ意味である可能性、同じ用法である可能性が高くて、3番だけが違う表現だ。違う意味の用法だっていう可能性が高くなるんですよね。っていうふうに、この、まあ、全てではないんですけど、
一つの方法として、その間違い探し問題、これだけ、この中だけで違う意味とか用法を選びなさいっていう問題に関しては、置き換えていくっていうことを、まず第一の手法とすべきなんですよね。こうすることによって、あ、違うものが浮き彫りになってくるということがわかります。じゃあ先ほどの文、1,2,3、この3つある文っていうのを、じゃあ置き換えて、これに関してはね、まあかなり簡単だと思うんですけど、まあ、本当はね、もうちょっと文脈を入れないと決定打にはならないですけど、まあこの文だけ見て感じ取れる範囲っていうことで、まあ簡単な例題として出しておきます。兄にプリンを食べられた。嫌いなものが食べられた。ゴジラに食べられた。まあこれに関して、先に答えてしまうと、食べられたという表現は、実は2通りの解釈が出てくるんですよね。一つ目が受け身の解釈。食べられたね。それをされたみたいな意味で食べられた。あともう一つが食べることができたという可能の意味。なので、まあ食べるっていう動詞は、下一段活用動詞、つまり日本語教育的に言うと2グループの動詞で、それの受け身の形と、可能な形っていうのは食べられるという同じ形を持つんですよね。まあそこにおいてラ抜きっていうのが、出てくる可能性があるんですけど、それはまたラ抜きの動画も結構伸びてるんで、よかったらご覧くださいね。で説明していますので、まあ詳細をそちらに預けておきますね。で、まあ受け身と可能の意味があり得ると。なのでここの赤い表現に関しては、あ、受け身かな、もしくは可能かなという意味に分かれるんですけど、じゃあ例えば、可能であるならば、このさ、できる、かけるとか、られるみたいな言い方もありますけど、こんな言い方もあるんですよね。何々、まあ、することができる。みたいな言い方もありますよね。可能の言い方として。例えば、私は泳げるっていうのが、泳ぐことができるっていう言い方も言いますよね。なので、あ、じゃあ例えばもしこれが、ね、可能の意味であるならば、まあこういうすることができるっていうのに置き換えることができるだろうというふうになると。じゃあそうなると、置き換えてみると、兄にプリンを食べることができる。ん？変ですよね。つまり、一番は置き換えられない。置き換えることができないよ。することができる。で、2番。嫌いなものが、ちょっと助詞変えるんですけど、嫌いなものを食べることができた。ね。食べることができた。あ、なんか良さそうだなってなりますよね。ちょっとまあ、とりあえず置いといて、3番。ゴジラに食べられた。ゴジラに食べることができた。多分、これちょっと文脈本当はもうちょっとしたんですけど、ゴジラに食べられちゃった、食べられた、ちゃったとか入れたらもっといいんですけど、食べられたって言った場合、これ、まあ、なんだろうな。人がね、ゴジラにパクみたいな感じで、食べられたね。まあ、つまりこれ受け身の意味だろうなっていうふうに取ることが多分まあ多いという。まあ、こんな問題はね、ちょっと曖昧な問題になっちゃうので出ないと思うんですけど、まあ、これ受け身で取る方がまあいいだろうとね。ゴジラにも食べることができたとかってあんまり言わないですよね。ゴジラくんすごいみたいな、そんなものも食べられるんだっていうふうに可能の意味ではあんま取らないなと。だから、ちょっとすることができるっていう可能じゃないかなっていうふうに判断するとね。で、そうなると嫌いなものを食べることができる。で、食べることができた。ね、つまり今まで嫌いで食べることができなかったんだけど、あ、ついにやっと克服して嫌いなものが食べることができた。嫌いなものが食べられたってなると、これだけ言い換えが可能というふうに判断すると。そうなると、こいつだけ言い換えができたので、つまりこいつが可能かな。ね、こいつは多分、言い換えこれできなかったってことは、こっちの受け身の方なんだなっていう判断がつくんですよね。なので、まあ今回のこの例っていうのはちょっとね、まあしょぼめの例というか、文脈がある程度必要だったりはするんですけど、まあ、解釈するならば受け身、可能、受け身というふうになる方が正しいだろうと。まあこういうふうに言い換えることによって、ある程度浮き彫りになってきますよね。特に一番なんてのは、兄にプリンを食べることができたって言ったら、ちょっともう変かな、そんな状況ないかなっていうふうになってしまうので、じゃあ受け身と取らざるを得ない。兄が、まあ私のプリンを食べて、あ、プリン、お兄ちゃんにプリン食べられたみたいな感じの、まあ被害の受け身になるわけなんですよね。まあこれ、他動詞の間接受け身文ということになるんですけど、受け身文に関しても動画上げてるので、よかったらそちらの方ご覧ください。ということで、こんな風にして、言い換え、違う表現に言い換えてあげることで、あ、これだけちょっと言い換えられないなとか、これに関してはこっちのパターンでしたね。B のパターンで、他の2つは言い換えられなくて、こいつだけ言い換えられるってことは、2番が、これが仲間外れかなっていう風に判断できるというふうになっていると。なので、まあ、今回はちょっと、
理論編ということで、一応例も交えながら説明してたんですけど、次回以降ですね、過去問の中に出てくる問題で、こういった表現だったら、こういうふうに言い換えて、仲間連れを探していこうっていうような実践編っていうのもやっていこうと思いますので、まずはこういう考え方をするんだっていうふうに、一つですね、他にもいろいろあるんですけど、一つ頭の中に入れておくだけで、問題への取り組み方とか、具体的に解けるようになるっていう、姿勢が出来上がりますので、なんとなく解くんじゃなくて、確実に正解を見出す方法を自分の中に、作り上げて構築していくっていうことを大切にして勉強していってみてください。というわけで、日本語教育能力検定試験、具体的な合格に近づくための解き方ということでした。ありがとうございました。皆さん、最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画いいと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また明日の授業で会いましょう。